習チャンネル。人に悪いことを言うんだったら、はい、自分が言われても仕方ないよねって思って僕も攻撃してます。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。その炎上すら知らなかった視聴者からしたら突然竹内さんが切れて20分ぐらい喋ってるって感じになっちゃうんで、そうですね、はい、まあ、最近、うん、SNS 力を入れ始めていて、はいはい、今までほぼやってなかったんですかね。やってないです。半年前ぐらいから YouTube を始めたのがきっかけですね、うんうん、すごい勢いで伸びてます。何があったんですか。もともとそのミラクルを売却した時も、うん、大体4年5年前ぐらいなんですよ、うん、その時もかなり依頼があったんですね。 YouTube やりませんかよりかは講演会とか、うん、講師として来てくれとか、うん、本を書いてくれ、これ全部お断りしてたんですよ、うん、なぜかというと僕は一発屋だと思ってたんで自分で、うん、リラクルを一つ当てただけの人間だと、うん、なので僕のノウハウを使ってじゃあいろんなビジネスを成功させれるかどうかっていうのを一度やってみたかったんですよね、うん、なんでそこでもし講師業とかをやってしまうと時間取られてしまうんで、うん、一旦全てお断りしてこの大体 2,3 年で10事業やったんですよ、うん、それが大体8割以上成功したんですね、うん、なのでこれだったら皆さんにノウハウ提供できるなと思ってここからもうアウトプットだと思ってて、うん、なので無料でいい情報を皆さんに共有して少しでも成功する人が増えてくれたら面白いなっていう思いでただやってます、うん、それが思い始めたのが SNS を始めたきっかけだったっていうことですね。そうですね、うん、はい、なんでそれをやろうと思ったんですか。なんでなんですかね、うん、お金も別にいらないんですよ、うん、僕正直言って。じゃあもうゴルフやったり遊んだりっていう生活をそれこそ1年ぐらい続けた時にものすごくつまらなくて、これを続けてたら人間ダメになるなと思ったんですよ、うんうんうん、かといってまあ事業をやって成功するっていうのは当たり前のように今できちゃってるという、でお金が勝手に入ってくる、うん、これもめちゃくちゃ楽しいわけじゃないんですよ、うん、じゃあこれをみんなに共有したいっていうところで、僕としてはみんなが成功しましたとか、うん、これぐらい売り上げ上がりましたっていうのを結構 DM で報告来るんですよ、うん、それが楽しくて仕方ないんですよ。それが快感で今やってるような、なるほど、そんな感じですね。自己承認でもあると思うんですよね、うん、僕のやり方で皆さんが成功してるっていうことを知るっていうことがすごくやっぱり楽しいですね。確かに経営者として成功された方が持ってないものがよくフォロワーとかそっち系と、あとは政治とかいわゆるステータスだったりとか、うん、チヤホヤされるとかっていうところはどんだけ事業成功しても意外と手に入らなかったりするんで、うん、そっちに手を出すような先輩とかを見てるとちらほらいらっしゃるなって思ったんですけど、うん、そういう感じに、ね、そうですね。僕もともと地位とか名誉は別に好きじゃなくて、うん、リラクルの時もすぐに会長職もいらないですよって、うん、もう社長も譲ったし、ちやほやされたいっていうのはちょっと違うんですよね、うんうん、究極の僕ド M なんですよ、うん、普段から人に尽くして人が喜んでくれることがすごく好きなんですもともと。なので別に YouTube っていう手段じゃなくても目立たなくても誰かが成功したっていう報告を聞くだけでよかったねって思えるんですよね、うん、目立ちたいとかみんなにちやほやして竹野内さんすごいですねって言われたいわけじゃなくて、リアルに失敗する人を少なくしたい。それこそお金のこと分かってない人がめちゃくちゃ世の中に多くて、さっきのリラクルの社長の話をしましたけども、彼もちょっとやっぱりお金の使い方をよく分かってなくて亡くなられちゃったんで、それもあって僕としてはみんなに知らせることによって少しでも不幸になる人を減らしたいみたいな、本当に慈善活動ぐらいの感覚ですね。なちょっとさすがにでも成人すぎて、あ、そうですか、情報商材のうさんくさい商材売ってる人の言ってることと近いんですけど、ただ僕はお金が本当に十分あることは多分鴨本社長も分かられてるのかなと思うんで、はい、僕がこれ以上お金を稼ぎをしたいがためにやってるってことじゃないことは多分分かると思うんですよ、うんうん、だから怪しいんじゃないですか。鴨本社長じゃあ100億以上のお金が手に入ったら何されますか。はい、ゴルフ場を作ってとか言っていう話だだからまあ先輩たちでお金を持った人たちが何のお金を使ってるのかっていうのめっちゃ見てます僕。あ、なるほど、はい、いろんな人がやっぱ夜のお水系のお姉ちゃんにお金使う人とかだといます、ね、まあ、100億あっても多分使い切れるぐらいのあるじゃないですか、はいはい、とか前澤さんみたいなああいう使い方とかなんか他の先輩とかも見ているんですけど、100億あったら確かにそれでもなかなか大変かもしれないですね。大変ですよ。多分ブランド物買われてるカバンとか一応軽くですけど僕ほぼ買わないんですよ、はい、何かに使うことに興味があんまりなくて、うんうん、月に行くとか絵画買うとか、うん、そういうのがもうちょっと意味が僕にはわからないから、うん、やることって言ったらもうこういうことぐらいになっちゃうんですよ、うん、本当に別に成人とかじゃないんですよ、うん、やりたいことやってるだけなんで、うん、本当自己満足です。フォロワーは欲しいんですか。要するにフォロワーが多ければ多いほど、うん、僕の考え方がいろんな人に伝わると思ってるんですよね、うん、なので僕のノウハウはできるだけいろんな人に伝えたいっていう思いです、うん、フォロワーが増えたいというよりかは認知度を上げて僕の言ってることがもうちょっと広まればもっといいよね、うん、みたいな、なんか宗教布教活動みたいな、うん、感じになっちゃってますけど、うん、でも本当にそんな感じかもしれないですね。なんかでも一個くださいよ、なんか、なんかそれがないと多分安心できないと思いますよ視聴者の人。あ、なるほどなるほど、はい、簡単に言うと、視聴者でも見下せるポイントみたいな、はいはいはい、が一個ないと嫉妬に回っちゃうんですよね。わかりますよ。
よ。秘書がすぐそこにいるんですけど、うん、僕の欠点って何かある？ダメなところちょっと言ってくれたら、うん、ダメなところですか？全然怒らないからね。女性関連も別に欠点っていう。女性関連言う。女性関連怖い、女性関連怖い。女性関連ね、それは結構言っちゃってるんですよね、僕ね。なんかのキャバ嬢かなんかが竹野内さんからイチャイチャさせてっていうラインが来てるっていうのが回ってきたことはあります。これ言ったらダメですよ。これでもね、ダメですよ。キャバ嬢にイチャイチャさせてっていうラインだけのその話聞いたらみんなヤバいですから。でも女性関係は確かに、うん、僕も嫌いじゃないんで、うん、奥さんもある程度公認していただいてるっていうところで、はい、遊んでないことはないですね。わ、うん、かりました。わかったですか？あとじゃあストックさんはどうすれば伸びますか？僕ちょっと詳しく事業のこと分かってないんですけど、うん、フリーランサー集めてっていう事業って結構今たくさんありますよね。ありますあります。そんな中で、うん、ランサーズでしたっけ、はい、ああいうところとの差別化ってどんな風にされてるんですか今？超簡単に言うとランサーズは末端フリーランスみたいな作業者レイヤーが多い、うんうん、で僕らは簡単に言うとマネージャーとかっていう経験値豊富なフリーランスをそこに当てるみたいなっていうレイヤーの違いみたいな、うんうん、なるほどなるほど、はい、結局でもフリーランスの方を多く集めてなおかつそのニーズがあるかなんでしょうけど、はい、供給の部分って十分なんですか？フリーランスを集めるっていう部分ではフリーランスは山ほどいるっていうのと、フリーランス界隈では結構知名度上がってるんで、そうですよね、年収チャンネルとかもあったりとかしてっていうので、うんうん、はい、ってことは提供してもらう側お客様っていうのがまだ足りてないって感じですか？うん、お客さんの開拓が大変っていう感じですね。あ、はい、そんな感じなんですね、はい、それって多分年収チャンネルやってても伝わってないと思うんですよ、うん、はい、僕ですらどんなことをやってるのかわからない、うん、じゃあ僕が何かを依頼しようと思っても株本社長の顔がパッと浮かばないんですよ、うんうん、せっかくこれだけ知名度あって YouTube されてるんだから、うん、事業内容をもうちょっと説明して分かりやすくこういう風に困ってる方とか、うん、っていうところを打ち出していった方が僕はいいんじゃないかなって気がするんですけど。おっしゃる通りですね。特産の事業内容で一本取りましょう。それこそ、はい、今広告入れられてるじゃないですか、うん、あれを全部ストックさんのそれこそこういうことやってるんでぜひ、うん、みたいなのを5秒か10秒ぐらい前と後ろぐらいに入れてしまって、うん、常に知らしめたら多分そういうことしてるんだってことが分かるから、うん、かなりの件数多分依頼来ると思うんですよ。僕もいろんな事業やってることをちょこちょこ言ってると、うん、それだけで何十件って問い合わせ来るんで、うん、と僕は思います。天狗になってましたね。ストックさんみんな知ってるやろ。知らねえやつは情弱だと。ということで竹野社長でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。